今日から楽しい一人暮らしが始まるはずだった。えなんで離れて最低3メートル。同居してることも絶対バラすなよ。御三家学祭で選ばれた各学年一番人気の男子のこと。学校では絶対俺に話しかけるな。あんたになんか全然これっぽっちも興味ありません。スポーツができて勉強ができるからって何でも許されると思うなよ。そうだそうだ、上原くんはみんなの上原くん。接触なんてしたらどんな目に遭わされるか。こいつ俺と付き合ってるから。え文句があるなら俺に言えよ。ありえない状況から始まった胸キュン必須の等身大ラブストーリー。ありがとう。グッドモーニングコール。